アイランドシティ自動車営業所は、福岡県福岡市東区菓井商用5丁目1番9号に、所在する西日本鉄道のバス営業所。営業所表記は、2019年3月15日に営業を終了した新宮営業所、菓子浜営業所を合併する形で2019年3月16日に新たに開設された。アイランドシティ商用停留所側に、商用車庫、 カシー浜自動車営業所の跡地に、カシー浜車庫、小賀市の前の里バス停の横に、定期券発売所を併設した前の里車庫を持つ。滋賀島先天神地区とカリノス、海の中道、滋賀島を結ぶ路線。一般道系統の21番、都市高速系統の 21A、アイランドシティを通る210.220番がある。カシー先天神、カシー地区と高見台、三和台、 新宮地区を結ぶ路線。石道大橋経由。新宮福岡線天神地区と高見台、大倉、新宮地区を都市高速、国道3号経由で結ぶ路線。津谷崎新宮線、滋賀島内線、滋賀島グリーン、小賀市内線を主に、小賀市内を運行する路線。アイランドシティ千早線、アイランドシティと千早駅を結ぶ路線。 一年間の試行運行として2009年1月30日から運行開始。その後、運行期間を延長した後に2014年11月1日から正式運行となる。2019年3月16日のアイランドシティ営業所開設に伴い増便された。アイランド海の中道線海の中道への速達便として天神から都市高速。 アイランドシティマリンワールド海の中道を経由して大岳を結ぶ路線。マリンワールドでの夜の水族館実施時には平日にも夕方から夜の一部で運転されることがある。2010年4月26日からは行き先番号21バイトで運行され、同年9月30日までの期間限定で平日にも運行された。かし天神線、アイランドシティ。 カシー浜地区から天神を経由し、沢楽の富士崎までを結ぶ路線。一般道系統は、カシー地区を、都市高速系統は主に、アイランドシティを発着する。下丸天神線カシー地区から、カシー浜を経由せずに、天神へ向かう路線。カシー浜博多駅線、アイランドシティ、カシー地区と博多駅を結ぶ路線。キャナルシティライン線福岡 BRT 博多駅前にて、 撮影のルート専用車主が島々内線福岡市住宅都市局都市計画部公共交通推進課芝島島内線にグリーン使用車両を投入西日本鉄道2015年3月26日西鉄バスダイヤ改正情報西日本鉄道2010年4月29日閲覧ありがとうございます